久保さん今回、疑うにしましょうか。あのー、僕のね、コンサル生でね、まあ、最高で1億稼いだ人がいて、ランボルギーニーも買ったんですけど、まあ、その子がね、疑えということを言ってたんですよ。まあ、結構ね、まあ、対談で言ってたのは、疑うことだ、みたいな。疑えみたいな。だから、それはいろんなことに疑うということですね。だから、その、社会の常識だったりとか、会社の常識だったりとか、 他人の常識だったりとかまあなんだいろんなものまあこれが普通だよねこれが当たり前だよねっていうものに対してこう疑っていくうんだからそのうんまあこの疑うなのかまあ僕が好きなのはなぜと思うっていう僕が好きなの,の話はニュートンの話が好きであのリンゴが落ちる現象を見てねニュートンさんはみんなリンゴの木って からリンゴが落ちるのはっていうの見てたわけじゃないですか知ってるしだけど、まあ、そこに疑いというかねな,なんでリンゴ落ちるんだろうみたいなこれなんでそもそもリンゴ落ちるんだっていうそのなぜからその重力みたいなのを発見したわけですよねだからその疑いの先に新しい発見があるし疑いのその先にだ新しい常識があったりとかうん例えば まあ一般的にその生きてたら僕と久保さんみたいな生活ってなんだろうな多分非常識だと思うんですよねうんじゃあ今の会社に就職する会社で律儀に働くっていう常識まあこれが9割9分の常識じゃないですか就職活動しましょうみたいな話なんでなんか起業しましょうっていうんじゃないですよね大学とか高校もね起業みんなで起業しようぜみたいな まあそういう流れじゃないじゃないですか。どこに就職するみたいな流れだと思うんですけど。だから、どこに就職するどこの会社がいいっていうその常識のフレームじゃなくて、なんか起業ってできないのかなっていうような、なんかその新しい、なんだろうなうん。起業するためにはどうすればいいのかな。じゃあ自分で事業するためには何があるのかな。どういうことがあるのかな。いくら必要なのかな。じゃあお金がなくてもできることってあるのかなとか。だかそういうことを、なんか疑ったりすることから、 新しくこう、なんだイノ、イノベーションというかね、新しい人生がこう始まっていくんじゃないかなと思いますね。うん。あ結構ね、大事だと思いますね、そこは。うん。だから、その、今、だから続けるにしてもね、続けるにしても、今の会社で続けていて、未来はあるのかっていうとこですね。 なこれは光くんが工場で働いてた時になんかの動画で言ってましたけど俺この工場で働いててもずっとなんかお金持ちになれねえし成功絶対無理だなっていう疑ったっていうねなんか動画で言ってたんですけど工場勤務してたらしいんですけどあのここでずっと働いても将来ないぞとなんか疑ったらしくてやめてでまあまあいろいろあると思うんですけどそこからまあ今に至るわけなんですよ でもそこで疑い、何の疑いもなくね、律儀に工場でね、こう働いてたら今ないですよ。今の人生は多分ないと思いますし、今の成功はまあ間違いなくないでしょうね。うん、そう、はい。疑ってみてはいかがでしょうかいってらっしゃい。